こんにちは、伊藤サンタと言いまして、1キロ隣の、畑で、農業をやりながら暮らしています。その傍ら、音楽、特に昔、2000年とか3000年とか前から、形が変わらない楽器っていうのをなんかに取り憑かれて、なんていうか演奏してる、演奏っていうか音の塊だってよく言われるんですけど、今日はまずはコーキンで、コーキン、あんまりね持ち時間も多分ないのでサラサラっと言いますと、皆さん北海道でね一番有名なのはアイヌのムックリ、これアイヌのムックリですね。あ、音通しなかった。非常にね、竹のむっくり、音が小さくてね、難しいです。で、同じ竹のむっくり、これ、ほとんどむっくりですね。むっくりだけど、これはロンポック島ってバリ島の隣の島で、全く一緒だ。ね、向こうの方は職人、いい腕の職人さんが結構残ってるんで、北海道のお土産よりもちょっとクオリティの高いものがで、ユーラシア大陸に広く分布してて、これが鉄製の、ネパールはこんな音色。っていうのがネパールで、ネパール、うん、タイとかベトナムとかラオスとか行くと真鍮製、で、大理とか台湾とか行くと音階をつけて、でちょっとね練習が必要ですね。で、まず口琴で1曲だけ、ベトナムの鉄の口琴、ベトナムじゃない、ごめん、ハンガリーの職人さんが作った口琴を演奏したいと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。